なんで気づかなかったのだろう。その1、作業台を使いやすくします。皆さんこんにちは。以前にも紹介した30年以上使い続けているこの木工作業台、今回はこの作業台をもっと使いやすくしてみたいと思います。というのは、この作業台についているストッパー、天板をスライドさせてバイスとして使用でき、木材を固定するのに便利なのですが、 2x1 の木材にカンナをかけたりサンダーで削ったりする際にこの高さが邪魔になります。ストッパーの高さを測ってみると約30ミリあります。 2x1 の木材19ミリを挟むと約11ミリ飛び出すことになります。そこでもっと薄いストッパーを作ればいいことに30年以上経って気づきました。早速ストッパーを差し込む穴の大きさを確認します。約19ミリですね。ホール層にちょうど19ミリの大きさがあるのですが、ホール層の大きさは右の図のように外側の大きさになります。切り出した円柱は刃の厚さの分小さくなってしまいます。なので一つサイズが上の22ミリを使って円柱を切り出したいと思います。やっぱりちょっと大きいですね。ヤスリで削って大きさを調整します。木材を挟む板を作って円柱を組み合わせます。ネジの太さは M6、 長さ60ミリです。もう一つ図の赤い部分のストッパーも作りたいと思います。ストッパーは幅が変わるのでトリマーで長い穴を開けて幅の調整ができるようにします。こんな感じで出来上がりました。電動カンナとサンダーで試しています。いい感じにでき使いやすいと思います。やっぱりなんでもっと早く気づかなかったんだろうと思っています。もちろん木材以外の固定も可能です。レーザーで彫刻も入れてみました。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。